って12時半からした。12時半からここに12時、次回12時半からきた。あ、コメントが見れた。コメント見れた。今やっとなんかコメントのとこが消えてました。玉ねぎさんこんばんは、やさんこんばんは、おでん屋さんこんばんは、しんじさんこんばんは、つくす、いやー、よしらしこんばんは、よしらしさん、しんじさん200回目だって、やったー、おめでとうございます。そしてありがとうございます。じゅんさんかわいい、ありがとう。ラゴトさんこんばんは、木村さんこんばんは、もりもりさんいらっしゃい、まえちゃん、あ、こう今日誕生日のまえちゃんです。え、ハッピーバースデーまえちゃん、ハッピーバースデーまえちゃん、ハッピーバースデーディアまえちゃん、ハッピーバースデーまえちゃん、おめでとうございます。いいね、いい人生した。夜やで、夜やで、いつもの壁紙でございます。帰ってまいりました。もうマジでマジで今大阪に帰ってきました。マジで今ただいま。よっしゃ、今日は本気で行くぜ、行くぜ。たけさんこんばんは、たまちゃんこんばんは、ありがとう。枚方なので大阪への行き方が分かりません。だって枚方からはね、京阪電車に乗って1本です。淀屋橋で乗り換えです。わたるさん、そうなの、7月10日リナッチも出るんです。2部です、2部。よしさん、マリもナイス、マリもありがとう、いっぱいやいっぱいや。かくんこんばんは。ほんで初めてかな、初めてじゃないんだよ、ビビビビさん、ビビビビさんって何、ビビビさん、ゆうやくんこんばんは、変更なければ、そう、12時半からでございます。明日はビビビさんこんばんは、むるきさんこんばんは、よしさんナイス、まりも、よしもつさんこんばんは、こんばんは、ゆけさんこんばんは、やんちゃくるさん、あいみちゅー、ただいまー、やらごとさんこんばんは。コメントが見えないってとこがよく聞こえなかったら、もう一回、コメントが見えなかったの見えなかったの。2周目集めてください、ありがとう。ファンシーライブから帰宅中、お疲れ、マリモナイス、マリモありがとうございます。みんなありがとう。1位までだいぶ差が開いてしまいましたが、イベント残り2日となりました。日付が変わったらあと2日でございます。いやー、1位取りたい、最初のイベント1位取りたいですよね、これ本当に。マジでマジでマジでどうにか頑張って撮りたいこれ。そして私は、大阪に帰ってきたということで、ホワイトボードも戻ってきました。はい。マリモの顔笑ったって言われちゃった。マリモの顔可愛かったやろ。マリモさん、27日、23時から24時で26、28の12時半から13時。亀田さんこんばんは、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゆうさん来てくれはってありがとうございます。明日は出勤日でファンシーライブあるから、どれだけ見に来れるか。出勤日でファンシーライブ、学校じゃないわ、会社行ってからライブ行くってこと。 2,3 日に T シャツ作るかって、お、気合が入ってる。あんた AD は東京に置いてきたのですか。あんた AD、 AD なの、アシスタントディレクター。やんさん、ファンレベル5やった、やったやった。18時から30分、18時から18時29分、もう一個回答、45分だから23時半からか。お、すごい遅い時間にやるね私。23時半からだって。45分、24時15分かな。みみ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 じゃん、じゃん、こんな感じでございます。はい、あ、見えへんやん。こんな感じでとりあえず4つ書きました。スペース余ってたので。どうや、どうでしたか。アンタン放送局です
中尾さんボニータ見てきた？そういいな、横浜結局やっぱ行けんくって、そう行けなかった結局。よかったです。はい、ポーズ。吉松さんファンレベアップ。なんか東京で出会ったナッツ、私ナッツ好きなんですけど、ナッツのトリュフ味のナッツみたいなのが売ってて、コンビニで買って、あんたん家の近くのコンビニで、でナッツを食べたんよ、そのトリュフ味ナッツを、さっき新幹線で。めっちゃ美味しくて、あれ大阪でも売ってんのかなじゃあうちとのデートで江ノ電一日乗るかって。江ノ電って横浜の電車。石田さんはじめまして。石田さんはじめましてじゃないのよ。こんにちは。でも来てくれてありがとうございます。私は大阪に帰ってまいりました。ヒロさんこんばんは。あ、音楽流そう。ナッツの話してたからミックスナッツが流れ出します。ヒロさんこんばんは。そう、さっきほんとさっき帰ってきた。駅から家まで歩いただけで汗が止まらん。朝そうやった。あんたん家から駅まで歩いただけでもうなんか二人ともみたいなゾンビの世界をこう生き延びてきたかのようなみたいなってなってた。初老です。あ、ただゆきさんだ。いらっしゃい。ザ人間の底辺、アイアムただゆきキングになってる。めっちゃかっこいい名前の書き方やけど、底辺じゃないのよ。オリオンビアナッツ、オリオンビールのナッツっていうこと？ JR 東海ツアーからチケット届いた。だからなんやねん。 JR 東海ツアーでホテル頼んでたので、やっぱり返金はできなかった。ホテルのキャンセルはできなかった。キャンセルしたけど返金にはならなかった。だから200分のホテルはもう水に流しました。私お金ポーイでした。悲しい。ナッツ。大阪は1お好み焼き味、2たこ焼き味。え、ナッツにそんな味あるの？日常もんだけど、あなたがいるこの真実だけでも。夜で日が出てないのにそれでも暑いってやばい。沖縄の、沖縄のオリオンビールのナッツがあるの？ビール味ってことではなく、オリオンビールに合う味。ホップステップピーナッツかわいいよね。クレーム入れたら二度と使わねえぞって。だっていやもう本当にあれは本当にね、うんって感じ、うん、おかげであんたんとの時間ができた。いやまあそうね、それは本当そう、うん、そっか。時期に払った、時間に払った場合なら返金されてたかも。仕方ない、うん、そうなんですよ。ツアーやったからダメでした。悲しいけど仕方ないね。スクラッチのチェキ届きました。お、やったー。玉ねぎさん可愛かった？デートは楽しかった？こんばんは。超楽しかった。本当に楽しかったよ。オリアンビール酵母が入っとるよ。え、めっちゃいいじゃん。美味しそう。今から私これ食べていい？明太子、ドライ明太子。そんなこともあるよね。ないよ、普通ないよ。ホテルにゴキブリが出てチェックアウトするって普通ないのよ。なかったのよ今まで。いつまで日本にご滞在ですか？全然決まってないです。本当に月曜から13時間働いておるす。お疲れ玉ねぎさん。いや大丈夫？お腹空いたって。その方が美味しそうって。いいやろ。私明太子、ドライ明太子大好きなの。じゃん、いただくわ。あれねって、もう自分からは話せない人なんで。うん、私私が話すわ。辛持ち込むときに G が出ない部屋でお願い申し上げますって言いました。言ってないわ。それや。
ひろゆきさんこんばんは。10月で面倒だからホテル買えないと思う。私はほんまに無理で、人によって好き嫌いってあるじゃないですか。本当に例えばやけど、私の友達には鳩が無理な子がいて、鳩がよく歩いてるだけでも無理無理無理、そこの公園行かないってなる子もいるの。あそこの道通れないっていう子もいるので、私鳥好きやから全然行けるけど、世の中にはいろんなタイプの人がいるじゃないですか。私は虫がダメなんです。本当に虫がダメなんです。はい、からし明太子めっちゃ辛い。思ったより辛かった。これ辛口や、これ辛口のからし明太子や。結構ロール熱いよね。東京は自由が強いんですか。父さんこんばんは。神戸のホテルはトラトラ、トラトラって何。ご飯はエミカに弱いの。自由ロ120円ぐらい今。1ユーロは今円安やから120円ぐらいちゃうかな。あーそうね、めぐみんは鳩がダメ、鳩がダメな人もいるし、私はマジで虫がダメで、本当に東京のジャイアンツ、あーそういうタイガースか。仕事終わりライブ行ったからご飯食べて、ご飯食べて、旅館でタヌキの親子連れ見たことあるよ。だって見たい、それは可愛い。絶対動物は大丈夫なんですよ、うん、虫だけダメ本当に。ラジオカウントと星セミ投げ管理よしよし、いい感じ。あと3分で帰っちゃうから今日は参集できるぞ。イエーイ、愛ちゃんありがとう、本当にありがとうね。美味しい。でも辛いけど癖になる味。塩分やばいけど、美味しい。最終号課金するのでってめっちゃありがとう愛ちゃん、本当にありがとう。あと2日です、皆さんあと2日。ページ借りた時カメムシ出たらこの瓶の中に入れてくださいって、瓶と紙セット置いてると、ピンセット置いてるとかだったらやばいな、新しいな。やばいな。エムチがラカサボニータ行けない方っぽかったから代わりにわさび連れてて、うわありがとう。ミミさんありがとうございます。本当にどうさん、だるまさんじゃないや、マリモ、マリモありがとう。行けなくて3泊4日だったんですけど、最初の1日はゆっくりで、で次の日の MC とかの準備もあったので、でワークショップとかの準備もしたかったから結構ゆっくりしてて、ならゴキブリ出ちゃって、もう2日目はバタバタですよ。バタバタでしたよ。おうーかさん、お疲れありがとうございます。ファイトもありがとう。だるまさんありがとう。玉ねぎさん8月19日は、あ、そうね。声がね。三宮橋駅前女子のワンマン神楽が、四ツ谷ロットであります。皆さんよかったら、ぜひぜひ行きましょう。東京に行ったらなー。ね、いいのね、私も。玉ねぎさん、誰もさんないぞ。ありがとうございます。そう、なので、そう。2日目もバタバタで、で荒川で MC をさせていただいて、はい、夜はお友達とご飯行って、で次の日はあんたん家にその日行ったから配信とかもしてバタバタしてて、であのワークショップに行って、で終わってからあんたんじゃないわ、
あかねに会って、幼馴染の芸人さんに会って、で次の日は今日か、そう、今日はあんたんとかき氷を食べに行って、ご飯を食べて、でオーディションに行って、でこの間撮影で一緒やってずっと会いたいと思ってた、すごい役でも近かった、距離が近かった女の子、ナマナちゃんって女の子がいるんですけど、ずっと一緒にご飯してみたくて、で機会があったので行ってきて、日本酒を3合飲みましたね。3合か3合頼んだんかな、3合とレモンサワーかな、飲んで新幹線に乗って帰ってきました。バタバタとしたけど、いろんな人に会えたし、いろいろやりたいことできたから、ほんとよかった。東京、横浜には行けんかったから悲しかったけどね。はじめさんこんばんは。しかしまあ困ったことに、9日までに一ゆきちと T シャツ2着作らんといかん待ってるよ。昨日坊ちゃんのライブ見た後、つゆちゃんの働いてるコンカフェ行きました。うわめっちゃいいやん。ずかさん、えみかさん、いでもありがとう。ナイスです、ありがとうございます。いえいえ、こちらローツで会ってますか。亀田さんもお時間がやばすぎね。今もう大阪帰ってきちゃったね、東京行かんとあかんねんけどね、応援してますね本当にとりあえずミカペンライトありがとう、お疲れ様でした。大輝さんありがとうございます。水島さん、ほらほらほら、私はあかねにあかんを焼く、聞いた聞いた、マニアグちゃん聞いてた言うてたわ。おいしい、ほんとおいしい、これうん、癖になるおいしい味、ドライ明太子大好きなの、ドライ明太子ほんとにおいしいよね、塩分やばいけど、うん、おいしい皆さんほんとお星様ありがとうございます。あかねの生写真できてたって言ったわ、聞いたわ、かわいいな。あ、ヨジさんキラキラありがとうございます、キラキラいいな、おいしいよ。ドラえもん太鼓って何、ともやすくんこんばんは、見てネイルかわいくない、女子力、赤字完了、イエー、ありがとうございます、あくまりさん。そうなんです皆さん、ここでせっかく大阪帰ってきた宣伝しよう。あ、ゆうさん遊びに来たよ、いらっしゃい。神枝美香のバースデーイベントが7月10日にあるんですけども、7月10日にあるんですけれども、1部2部とありまして、2部がなんと釧路リナリナッチが来てくれることになりました。ゲスト出演です、リナッチ。ニャンさんかわいい、ありがとう、この遅い時間に食べてる。リナッチが2部にゲスト出演です。これはもう2部も来てほしいという私の切実な思いをここで伝えさせていただきますでも一部もすごい特別感はありまして、いろいろと面白い企画を考えてるんですけど、来てくださった方ひょっとしたら商品が当たるかもっていう感じです予約できた、よしさん予約できた、イエーイ、めっちゃ嬉しい。一般予約一部一番やった、おー白米さんすげえ、さすがや時間的に2部の可能性がないだと、お、そうなんですね、了解いたしました、わかりました。私としてはどちらも売り切れになりたい、うん、どちらも売り切れになりたい、せっかくのね生誕イベント、リナッチもショールームで行ってた、マジですかマジですか、嬉しい、リナッチのファンも来てくれたら嬉しいな
2万も使っちまったってあ、ソールドアウトってことはある。もしそう、例えば2部やったらリナッチのファンがこういっぱい来ちゃうってポーってこうなったら、ひょっとしたらソールドアウトにはなるかもしれないよね。ひょっとしたら、あ、とりあえず2部行きそうだからこうして、ありがとうゆうくん。でも今のところリナッチのゲストを発表する前も2部の方が多かったので、予約は。そう、時間的に2部の方が来やすいのかなっていうのはある。だからいつも来てください皆さん、うん、赤米さんね、え、関前さんなんでなんでや、関前さんで、このイベント、この告知画像を見ていただいたら分かると思うんですけど、赤色を中心に作っております。はい、なのでドレスコードがありまして、なんとドレスコード赤色です。はい、ドレスコードが決まってまして赤色です。私もこの赤色パンツ履いているように、リナッチもピンクを基調に着てくださっているように、ドレスコードは赤色です。自分の持ってる赤のグッズ着てきてもらっても全然いいですけど、赤はないよとか、あとこういうやつ着たいって思ってもらえるならば、グッズも販売しておりまして、はい、私がデザインしましたのこのダチーズ中央ピッツァっていう T シャツと赤とピンクがあります。で、帽子も同じロゴ、これも赤の一応ポイントになるので、これでも全然大丈夫。セット、パーティーセット、これも買ってくれて、これセットでこう着ていただいたらもう完璧よねで、フォト、ランダムフォトも販売しております。席チケットも一応あったりとか、でこれは会場限定ですね。で、あとガチャガチャもあるそうです。今回はめっちゃおもろいよね、ガチャガチャすごい楽しみなの。私これ実は自分でもやりたい超楽しみで、サイズが T シャツあるので、売り切れた場合はもう終わってしまうので、そう、もしよかったら悩んでる方はぜひぜひゲットしていただいたらなと思います。ピンク着ていこうかな。ピンクもマジで全然可愛いから、どっちも違うの。ちなみにこれ本当に私が食べてるピザです。どっちもピザ食べたやつで、これ写ってるのは私です。これそうなの、 赤シャツで着るならみんなの赤前じゃないわ、赤飯にしたらお赤飯さん可愛くない？埼玉から一部行くには早起きしないといかんもやん。前泊したらいいねん、塚さん郵便ポストの着ぐるみないかなだって。え、めっちゃおもろいけどね、それで来てくれたら。お手紙届けてねってこうみんなにやる。スペイン代表のレプリカで、あ、それもありやけど、私バルセロナなのでスペイン代表を着ていたら、カタルーニャの方たちは怒るけどね。そう、怒るけどね。大阪人やけど海外の人からジャパニーズじゃん言って巨人の服着てるみたいな感じ。あ、私阪神やねんけどみたいな1部2番2部1番3部6番とか、マジすごい。ただゆきさん、さすがキングやなさすがキングです。ほんとカモは今日もとてもお帰りで幸せです。キャップ欲しいマン、キャップゲットしてマン、超かわいいの。ガチャは怖いです。だってもうトラウマなってるやん。みんなの白米さん呼んだって。赤飯にしよう。赤飯、みんなの赤飯、お赤飯さん可愛くない？で、これがグッズです。なのでこちらもお早めにゲットよろしくお願いします。で、ここでちょっとじゃあお話ししたいのが、ダチーズ通用ピッツァ、この英語なんですけど、なんでほんでピザなのか、なんで赤色なのかっていうのを趣旨をちょっとだけ説明しようかな、配信やしって思ってるんですけども、また違うの？何が何が？何ですか？7、12だったか、それもすごい。ゆうかさんに顔バレしないように仮面つけていくね仮面つけていったもん、なんか逆に顔バレしそうやな。あ、仮面の人って。で、なんで赤色なのか、なんでピザなのか、これなんですけども、ピザにとってチーズってやっぱり大事じゃないですか。ピザってやっぱチーズありきのピザじゃないですか。で、世界中でやっぱりピザすごいこう好まれてると思うねんけど、それってやっぱチーズが乗ってより好まれるというか、チーズを嫌いな人あんまおらんやん。ホ
とんどみんなあのチーズが好きじゃないですか。トロトロに溶けたメルティーなあのチーズが。なのでそのチーズの、じゃあピザの上に乗ってる赤色のあのトマトとかね、ペペロニとか乗ってるね、ピザの上に乗ってるチーズ、あなたのピザの上に乗ってるチーズです。私はあなたたち、あなたのピザの上のチーズですっていう意味を含めております。なので皆さんはピザっていう意味で赤色を着てきてほしいの。そうで、そういう意味での赤色です。伝わる？で、チーズ、私チーズがあるからこそピザがあるし、でピザがないとチーズもより輝けないというか、伝わるかな。でやっぱり私はエミチーズって言ってるし、皆さんのこともエミチーズって呼んでると思うんですけども、それともかけていまして、すごい結構意味、私にとってはすごい意味が深いこのイメージとなっております。生誕やから、生誕イベやから、ちょっと深くしたいなと思って。伝わる？伝わる？伝わった？The cheese、 私がチーズ、 to your pizza、 あなたのピッツァのチーズですっていう感じの意味になっております。わかるかな。そうで、皆さんエミチーズでっていう、かけてるっていう感じで、赤色を基調としています。だから私はひょっとしたら黄色のチーズでいくと思う黄色のチーズで登場するんじゃないかな。登場でも、プレミアムの時はちゃんとこの同じシャツ着るのでという感じです。大仏の被り物してきてほしい。スペイン代表とバルセロナ、実はカタルーニャの人たちはスペイン代表あんまり応援してないんですよ。スペインだかららしいです。エミカがバラさなければ顔バレせん。そうね、確かに言わなかったらいい。配信中のツイッターシェアにイベント参加中足した方がいいか。あ、ツイッターシェアやってないね、確か私。そう、明日からやろうと思っております。よろしいでしょうか。ツイッターにツイートするとフォロワーが減ってしまうっていう傾向にありまして、そう、なかなかミクチャの時からツイッターには配信のことは本当ガチイベのこう最終日ぐらいしかツイートしてなくて、なので一応明日から 何時に配信するよみたいなのとかも含めて、今配信するよとか、どっちやろうな、どっちにしようかな、シェアだけの方がいいかな、どっちがいい、何時にするよの方がいい、どっちもした方がいい、明日からしようかなと思ってて。ナイスでしょ。トマトソースってことか。トマトソースじゃないな、赤色、ペペロニとかトマトとか、まピザのチーズ付きのピザって赤色やん。フルコースコンプリート、ナイス、ありがとう。白いキャップかぶったことないからどうだろうって。こんな、これね、真っ白じゃないの、若干これが白なのね。これがちょっとだからベージュっていうのかな、もうちょっと優しい白になってるので、なんかピカーンみたいな白じゃないからかぶりやすいと思います。真っ白やったら汚れも目立つなと思ってこの色にしたの。緑と黄色はダメですか。この日だけは赤色でお願いしていいですか。最近食べてないけどブルーチーズが好き。ブルーチーズ私も大好き、うんうん、この時間で来てる人少ない。あのね、いつも来てくれる人がお昼の方が多くて、実はね、なんて書いたんですかさん。信号機ですか。信号機じゃないのよね。黄色と緑はひまわりサイリウムの、私のサイリウムのカラーだったのよ。おさるさん、エビチューカラーですよ。そう、じゃあみんなで拡散希望しようか。してくれる？この画面の下のシェアボタンでの案内あるね、あるね、そう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 、あるよね。それと配信予約とどっちもやったらいいかな。じゃあピザ生地できます、お願いします。最終フル管理ありがとう。フォロワーが減るけど拡散は大切。どっちを取るかやねんけどな。なんかあんまりこう配信ばっかりやってる、配信の告知みたいなしてる子って結構、ポコチャやってる子とかもあんたも言ってたけどさ、あんまり少なくって、あんまりこう配信配信配信って毎日やってるっていうのを好まない人もいるみたいでね。そうで、まあね、全員に好かれるっていうのは無理なのは分かってるんですけれども、そう、難しいところ。ピザじゃなくてピッツァです。ピッツァ食べ
びたび配信告知でフォロワーが減ると言ってるけど、どういった心理なんだ。いや、ほんとそうなんですよ。そう、ほんまにちょっとずつ減っていっちゃうんですよ。そう、なぜか、まあ、単純にあのツイッターしてる人たちが減っていってるのはあるとは思うんですよ。うん、TikTok とかさ、インスタに行っちゃって生なり、うん、バニラ系の色、ティンガリ、あと2日なの、山なの、ヤバヤバなの、取捨選択。だから、うん、朝とか今の時間の方が来やすいです。あ、ひろさんありがとうございます。いろんな時間にしてどの時間が来やすいかなっていうので、なんか夜勤してる人とか夜勤してない人とかのためにちょっといろんな時間でやるようにはしてみたんですけど、今回もしでも全く配信し見ない人もいますからね。そう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 、イベントとかトークポットとか毎回来てくれる方でも配信は見ないっていう人もいるし、うん、そう。ただでも通知がうるさいって言って配信ばっかするって言ってこう消しちゃう人が多いのかなって思って、そう、なんかでも配信やってるなら応援しに行くよっていう人に見られるかもしらんから、ガチイベの最後とかは告知はしようかなと思ってるんですけど、とりあえず今はイベントの告知の方をツイッターでして、ここではあの配信の通知、ショールームやってる方たち、ショールームのプロフェッショナルさんたちはファンルーム見てくれるかなと思ってファンルームにちょっと書いてるんですけど、クレカあれやから1月11日にキャップ振ってリマインド入れた、残ってたら買います。おっ、やったー、チョコ焼きじゃん。4月1日にクレカ切られるのあ、そうやん、たこ焼きちゃんめっちゃボーナス入ったって言ってたやん。そうなんや、ショールームメインだけど工場勤務だから確定だから21時過ぎがありがたい。ここですね、だからこの枠ですね。あー、ありがとう愛ちゃん、全然大丈夫よ、コンプリートありがとう。石田さん、石田さんありがとう、バラナイスです、ありがとうございます。リンゴ時計間に合わそうな予感、間に合わなさそうな予感。17?18か18、ナスビ、ナスビ、石田さんありがとう、バラ押してたら絶対見るけどね。でね、ほんと嬉しい、ありがとう。タカさん、いろんな人がいてそれぞれみんなお仕事が違いますから、お仕事の仕方はねバラバラ、接客業だったりとかこう裏方だったりとか、そういうのがあるようにいろいろね向き不向きもあるからね。一般的にはみんな大好きランチタイムの12時から14時の時は別に来やすい、配信しててめっちゃ思いました、うん、その時間が一番多い、初めての方も一番来てくれる。ギフト投げられる時に投げるのと最終録で投げるのとどっちがいいんかなって、ね、どっちやろう、どっちがいいと思いますか皆さん。通知も設定しすぎて鬼のように通知来るけど気にならない、それめっちゃおもろい。梅わさびはどっちを意識したらいいかわからん、辛いか酸っぱいか調味料2個合わさっちゃったって感じやろ。あ、ルカちゃん美味しそうやって、うんうんうん、コロナでリスナーから配信者に転向した人が増えた、なるほど、余裕ろ、ご自由ゆうきちゃんじゃないじゃん、ありがとうございます。まあ最後でギフトバーって投げてくれた方がひょっとしたら負け返しはできるかもしらんけど、こうあんまりこう離れすぎちゃってると、うん、まあ、1位まで26万離れてるから、そう、あんまり離れすぎちゃってると追い越しもできないから難しいとこなんですよね。朝起きたらめっちゃ通知来てる時あるし、仕事してる時もめっちゃ通知来るうるせえってならん、ルカさん好みですかってお昼休みといえばテレビを見るか寝るか配信を見るかの3択、テレビ見るなら配信を
無視が増えたからうちルームに来る人が減るのは必然。うん、なるほどね。うん、じゃあとりあえず今投げろ。ありがとう、あいちゃん、あいちゃんありがとう。あ、梅茶漬けにわさび乗せる、確かに美味しそう、それも美味しそう。うん、うん、一番大事なことはガチ病終わった後毎日配信見続けること、それは超大事かも。配信終わっても毎日配信は続けるからさ、うん、ね、大事。ショールームにも配信者のレベルみたいなのがあってランクがあるんですよ。だからそのランク、ポコちゃんみたいな感じでランクがつくから、今が自分のどこのランクなんかみたいな時に一番下のランクやったらちょっと傷つくから、そう、いっぱい配信してお星様いっぱいもらって、こうどん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 上がっていかんとあかんなって最近思っている。はい、じゃあハート100個、ナイス、ありがとうございます。やったね。去年の5、6月の頃のロングヘア、あれって地毛？地毛です。かわいい？後でまとめ見る。 YouTube、Twitter、インスタ通知来るから大量。それやばいな、それやばいな。あいちゃん、めっちゃハートありがとう、本当にありがとう。レベルアップ。めっちゃいっぱい来てる、嬉しい。ん？何月からリスナーを煽るようになってて、どういうこと？待って待って待って。ガッテン寿司でお徳さんにね1万8000食った。ガッテン寿司って何ですか？あいちゃん、あと500個？やば、ナイスです、やった、ありがとう。あいちゃん、石田さんもキラ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 、ありがとう、キラキラありがとう。あと20分でございます。ドライ明太子美味しそうって、めっちゃ美味しいの、本当に大福なの。続けて投げるの夢疲れるなって。ほんまにありがとう、ほんまにありがとう。本当にありがとうね。ファンレベルにせよ、毎週末にレインボーギフトの情報にせよ。あ、そうなんや。ファンレベルは確かに。ちょっと休憩、ありがとう。かしもちみつおさん、レインボーお星さんもありがとうございます。くるくる回る寿司屋、東京だけ？ガッテン寿司いいな、お寿司食べたいな。うん、でもいつも皆さん食べね、泣けてくれるの本当すごい。うん、ヤンデさん、ナイス、ありがとうございます。 MT のデザインお揃いにするって、私と2個、お猿さんとエミカとってこと？エミカでも自分の顔着てる、顔を印刷されたやつ着んの？すごい根本的なことやね。ちょっと恥ずかしいな。だるま100神社さん、ナイス、ありがとうございます、ありがとう。埼玉発の回転寿司、え、美味しそう。全国にはないんや、美味しいの？よし、味変わった。あ、七味チョコ味、え、スパイシーなチョコってことかな。なんかありそう、ある、ワンチャンある、七味はないか。なんかでもスパイシーなチョコっていう意味ではあるかも。うん、アイちゃん、おキラ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 、ありがとう。アイちゃん、やばい、いっぱい、アイちゃんありがとう。アミジンさん、こんばんは、
三条やって。アミチンさんこんばんは。え、ほんアミチン、ほんまにほんまのほんまのアミチン、アミチン推し。あ、アミちゃん、友のアミちゃんや、ほんまにアミちゃんや、ひょっとして。え、待って、アイちゃんキラキラめっちゃありがとう、キラキラめっちゃありがとう、アイちゃんナイス、ありがとうございます、アイちゃんショーありがとうございます。絶対にまずいっていや、まずいと思う、七味チョコは。そりゃ一枚はそれでチョコ通し。ん、チェキーなんか言った、チェキー、あ、抜かれたって。抜かれた誰、あ、お前アイちゃん1位や、だけさん、ナイス、お花ありがとうございます、500、イエイ、ありがとうございます。たけさんファンレベル、あ、待って待って待って、たけさん2個じゃん、たけさんありがとう、お花2個ありがとうございます。先日荒川祭りでありがとうございましたね、嬉しい、あみちゃんありがとうございました、超嬉しい。めちゃくちゃ三女の推しの方、三女推しの方が来てくれるんです、配信に。めっちゃ優しい、皆さん本当可愛かった、みんな。コストが特にまずそう。コストって何？パープルさんこんばんは。トシ君、あ、終わり？まだやで、まだやんで。あいちゃん、あいちゃんやば、あいちゃんマジで言ってる、やばい、アジサイ10個じゃん、やばい。え、あいちゃんありがとう、2個もありがとう、ナイス、ありがとう。待って、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、アイちゃん、嬉しい。あ、星集めてきますやって、嬉しい、ありがとうございます。アミチン、アミチンって呼んでいいのかな、アミチン。いや寝るわやって、そう、火曜日から月曜からぶっ飛ばしすぎたわって。え、お疲れなん、トシ君、お星様だけ投げてって、よかったら。コストって値段とかのこと、コストがかかりすぎるってこと。え、でもチョコに七味かけたいだけど。白米さんもナイス、ありがとうございます。アリさんナイス、ありがとうございます。ガッテンですよ、同じ系列で、急がってんですよ、お下がり、3店舗レアやね、ナイス、アイちゃん、めっちゃアイちゃん投げてくれてる、やばいんだけど、やばい。ずかさん、マリモナイス、ありがとう。マヒル、マー君こんばんは。あ、アイちゃん、だるまさん100個ナイス、ありがとうございます。え、すごいすごいすごい。あ、ずかさんとアイさんが、アイさんやって、アイちゃんが競ってる、これひょっとして、もしかして明日か明後日、エミチーズ入隊、お、エミチーズ入隊しちゃう、おっと、あー、ゆうさんが三重のサブリーダーやって、ちゃんとこう紹介してくれてる、あみちゃんですって、嬉しい、来てくれた、本人だったね、嬉しいんですけど、ありがとうございます。本当にめっちゃ覚えてるもんね、本当。ここだけの話、マジで、なんか私のお友達にちょっと似てて、これマジで個人的な話やから全然あれなんやけど、お友達にちょっと似てて可愛いって思ってた。ずかさん、マリモナイス、アイちゃん、タラマさんナイス、ありがとうございます。アイちゃんレベルめっちゃ上がってる、そう、多分今ファンレベル9の気がする、もうついにもう領域に踏み込みますね、めっちゃ噛んだ。石田さんナイス、キラキラ、ありがとうございます。荒川祭りお疲れ様でしたって。だるま500個、アイちゃんナイス、ドラマ500個、ありがとうございます。やばすぎ、アイちゃんマジでありがとう、めっちゃ投げてくれてる、めっちゃありがとう、かっこよすぎるんだけど、もう拍手。かっこよすぎやん、ちょっと、ちょっとかっこよすぎやん、ね、
マー君ハートナイス、ありがとうございます。ルカさんと来そうだなんて恐れ多いですって。もうこんな投げれるの最初で最後かもしれんやってそれはそれで悲しい。ありがとうやけどちょっと悲しい。ラスト？おっちゃん格下げしてますって。ぬぬさんがどんどん下がっていってる。本当だ、あと13分。ありがとうございます。選抜に残れるだろうか。耐えるんだ。もぐもぐ、ドライ明太子を食べております。すごい食べるものがあんまり可愛くないっていうねドライ明太子。りなちが宣伝中？イベント？ん、嬉しい。ほんと楽しみなんだけど、りなちと一緒のイベント、マジ楽しみ。この間二人でユニバ行ったもんね。いいでしょ明太子、明太子大好き、マジ大好き。急にチョコレートを食べたくなったって。え、七味チョコレートでかな。オッケーオッケー、全然全然。あいちゃん行ってらっしゃい。12時までやってるから離乳食のおかゆ大事。明太子になりたい。エミカ食べちゃう？大丈夫？私食べちゃうよ。ジーザストークで2時間やりましょうだって。ジーザストークで2時間は無理よ。パピコチョココーヒーが食べた。あー美味しそう。甘辛チョキ、パピコチョコ。チベは29日まであと2日です。皆さん頑張らなきゃ。とりあえず大阪に帰ってきたのでちょっとゆっくりお配信できるかな。あと2日頑張ろう。直沢ゴリゾー食べてみたい本当。あと大阪で見なかったです。あれ大阪じゃない、間違えた東京で青のアイススイカバー見なかった、めっちゃ食べたかったけどめっちゃ悲しい。見たかったなー。オーディションもしてたわ。そうなのよ、私結構オーディションも行くのよ。行くのよ。パープルさんでアルマさんでいる、ありがとうございます。加古川プリンスさんこんにちは。前来てくれた覚えてるかも。私前もいらっしゃいって言った気がする。パピコレモン美味しそう。何それ、青のスイカも食べてないの。食べたい。もうなんかいっぱい、今日でも今日いっぱい食べちゃった あとね、あれやで、スタバでチョコレートダブルチョコレートフラペチーノが出たの。あれめっちゃ食べてみたい。あのあれは飲んだ、抹茶ダブル抹茶みたいなやつ。愛知売ってた？いいの。積極的にやってるとこがずっと押せますわ。ありがとうございます。積極的にやろうと頑張っております。吸い方はなかった気がする。なんかソーダ味なんだよね確かね。ソーダ味マー君
あと10個欲しい、50個&50個読み時間量寝落ちするのお下げしています。初見でマー君さん本当にありがとうございます。本当にありがとう、めちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとう、いい夢見てくださいね。おやすみ。あと8分、あと8分、おっしゃあと8分です。ダブルチョコ明治とロッテ、違うのよ、スタバなの。亀田さんの週刊スタバ率はマジでガチで言うと収録の日もあると思う本気で収録の日もあると思います。できるだけ少なくしようとは思ってるけど、スタバ大好きで。パープルさんマリモナイス、ありがとうございます。フラッカー祭りの前に大塚でメロンメロンチョコチップ飲んできた。つかさんメロンメロン何回飲んだんですか。めっちゃ飲むやん。アミチン、アミチンフォローしようっとフォローした。あ、ブルボン vs カバヤ。カバヤって何、カバヤ何やったっけ。収録スタバ、収録で収録、ちょっとダジャレは面白くないんでダジャレは面白くないんで。え、メロン食べてないの、たこ焼きちゃん。美味しいのに。あれメロンめっちゃ美味しい。ありがとうございますって、なんでもないです。みんなフォローしたいけどちょっとわかんないな。4回だわ、だってしゅ、え、ちゃうわ、え、めっちゃ飲むじゃん、私1回しか飲んでないスタバの一部の店舗、コロナ前はミニライブができる店舗。え、何それ、そんなのがあったの、やばくない、やばくない、聞いたことない。美の年間スタバ回数、えみちの週間スタバ回数、やばい、めっちゃ私がすごい、もうダントツで買っちゃった。メロン嫌い、なんか確かにメロン嫌いな人ってなんかね、一定数いるよね。うん、確かに一定数いる。私の友達もメロン嫌い、なんか意外がするって、アレルギーの名前はないでしょうか、意外がするは。そう、でも結構聞く、意外がするから嫌いみたいな。あいちゃん帰り、カズさんこんばんは三者メンバーも週刊スタバ率高い人多いっすって。やっぱスタバって今マジでなんだろう、流行りじゃないけど流行りみたいなとこあるじゃないですか、本当にね。カスタムとかできちゃうし。サンジュのライブ行ってみたい。お、ズカさんチョロいからすぐ行っちゃうで。あ、ダイナソー。あと5分。オッケー。ありがとう、タイムキーパー。ナイスやで。言うわ。スタバ行ってもブラックしか飲まない。スタバ行ったらブラック以外はやっぱ頼もうってなるよね。スタバの豆乳ラテは美味しいけど。パイナップルがチクチクするのはわかるけど、だって。ああ、それはわかる、確かに。2003年から通ったからな。私、皆さんご存知ですか？最近来てくれた方は知らんかな。私スタバの CM 出てたんですよ、実は。たかさんハートナイス。あいちゃん、あいちゃんありがとう、ありがとう、あいちゃん。お花なんだっけこれ、アジサイや、アジサイナイス、ありがとうございます。チョロ言うな、チョロいけどでしょタカさんハート100個ありがとうございます。名前戻し忘れたって。あ、50プチです、ありがとうございます、めっちゃありがとうございます。ポイポイもしてくれてた、ありがとうございます。え、その映像まだあるって、あ、持ってくれてた、すすすや、もう終わりだね。あるよ、あるよ、あのインスタに載ってる。白玉さんお疲れ。じゃあちょっとタカさんがハート投げてくれてる間に時間が来てしまうとあれなので、一回ランキング読んじゃいますね。どこへ、あ、いけた、オッケー。ランキング読みたいと思います。13位忠之さん、12位ヤンチクレさん、11位カー君、10位おでん屋さん、9位ヤンさん、8位白米さん、7位玉ねぎさん、6位吉田俊、5位しんじさん、4位石田正しさん、3位塚さん、2位たけさん、そして1位は愛ちゃんでした。イエーイ、ありがとうございます。高さんハートナイス、いっぱ
い、ありがとう本当に。ダンジョイジナイス探しとく。お、すぐ見つかるはず。インスタにあげてる。ねえ、ラーメンめちゃくちゃ美味しい。あんたんじゃん。あんたん。あ、めっちゃ美味しいやろ。めっちゃ美味しくない？ズバン。あれ乾麺なんていうぐらい麺もちもちじゃない？ちょっとあのツイートしといて。しっかりちょっと宣伝しといてもらって、ツイートしといてもらって。たかさんハート500個ナイス、ありがとうございます。ありがとうマジで、皆さん本当にありがとう。え、ほんと愛ちゃん1位だよ、やだ、ほんまにいっぱいありがとう。1時間はゆっくりできる、ほんと投げられるようにするね。ほんと愛ちゃんありがとう。あったんこんばんはって、今日暑すぎる、ほんと暑すぎる。今週残った残った、おでん屋、おでん屋さんファンレベルアップ最高でしょ。あんたあんたってみんな、たけさん、たけさんありがとう。やった、アジサイナイス、イエイ、ありがとうございます。またいつでも急遽泊まりに来て、ラーメン持ってラーメン待ってになってるし、持ってじゃなくて、え、漢字待ってやんなこれ。ありがとう、急遽泊まりに行くな。ちょ、今日何したのとか言って、また配信中かもしれんけど。あんたについてフォローしてよ。あんちゃん、うちのみかがお世話になりました。本当にお世話になりました。ラーメン待って、やっぱ5時だった。私が間違ってたんかと思った。本当に読み間違いはあるけど、打ち間違いなんかある？晩ご飯どうしようか。ラーメン、ズバーンですね。ズバーンにしよう。ズバーン食べてもらって、6月中は CM まだやってるので、ツイートしてもらってお願いいたします。あんたん一人になって寂しいって、あんたんバイバイしてから2分ぐらいで連絡くれたから、かわいいやろ、うちのいじりさん。あんたん次回うちも連れてってもらえますよって、ちゃうにゃうって言ってる。あと1分、あと1分です、あと1分で終わります。ポカリスエットお好きですか？ポカリスエットは部活してた時めっちゃ飲みました。まだ一度しか見れてない、最後にあと何回か見てほしいな。アイム大好きおたくんと幸せなショールームでした。いや本当楽しかったし、本当よかった、あんたんと過ごせて本当にありがとう。あんたまだ見てくれてんのかな。あと数十秒で俺誕生日迎えます。嘘、本当に？でももうあと数十秒でね、配信切るから、明日来てください。お誕生日おめでとう、歌うから。歌うので。というわけで皆さん、本日も配信見てくださってありがとうございました。明日は、12時半からやりたいと思いますので、またぜひ来てください。あみち、あみちもありがとうございます、本当にありがとう、来てくれて優しい本当に。あ、オールデイやって、あんたも、あんたもありがとう、嬉しい、本当にありがとう、のしありがとう。ほんならね、みんなおやすみ、ありがとうございました。明日は12時半からです、よろしくね、よろしく、あと2日頑張るぞ、おやすみー。おねえさんありがとう、本当にありがとう。